リクソンは孫悟の将の中でもオロチに従属することを潔しとしない将を集め、オロチに抵抗していた。それに対しオロチは旧主である孫策を討伐に差し向けた。孫策に敗れたリクソン軍はチリジリとなった。オロチはリクソンに対する追撃の手を緩めず、リクソンはついに可否城に追い詰められ孤立してしまう。織田信長はオロチに抗う者を集めるべくリクソン救援の軍を派遣した。リクソン殿、よう耐えておられるわ。覇気城を救援します。恩人の姓もお断りなき。私と出会わせ願う。これ以上勝手な真似はさせぬ。撤退しろ。あとを頼みました。決めるか。敵将信長が滅した。鮮やかなお手並み。敵本陣を攻撃せよ。リクソンと合流させるな。進め、一気に敵陣を落とすのだ。撤退します。後を頼みました。敵将討ち取ったね。鮮やかなお手並み。地の利を生かして耐えるしかありませんね。孔の部、拝見させてもらおう。自分が取りだ。よっしゃ。よっほいよっはよっほいよっは天の頂き、まだまだ見えぬ敵将、討ち取ったね。さすがなるご活躍。てや敵襲か。本陣の守りを固めろ。切られ。いざ勝負。虚しき戦、身をもって知れ。戦には頭も必要ですよ。お前の相手は俺だ。敵将、討ち取りました。お見事でございます。さすがなるご活躍。我が勝機試すとき。我が勝機試すとき。ここは逃げるな。調査敵将、討ち取りました。さすがなるご活躍。敵本陣まだ落ちぬ。大陣進め。敵将、討ち取りました。織田信長、計り知れぬ男よ。